デリーはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ロッキンガム郡の町である。2000年国勢調査では人口34,021万人だった。市ではなく町であるが、州内では4番目に人口の多い自治体である。アメリカ合衆国で最初の宇宙飛行士アラン・シェパードの生誕地だったので、宇宙の町というあだ名がある。 人口の66%以上が住んでいる町の主要部はアメリカ合衆国国勢調査局によってデリー国勢調査指定地域として定義されておりニューハンプシャー州道28号線と同102号線の交差点を中心とする人口密度の高い地区を含んでいる。デリーは1719年にスコットランド系アイルランド人が最初に入植したが 自治体化されたのは1827年になってからだった。当初はウィンダムやマンチェスター、セーラム、ハドソンの一部と同様にロンドンデリーの一部だった。街の名前はアイルランドのデリー市にちなんだものであり、デリーのアイルランド語のドイレは多くの森を意味している。入植された1719年にアメリカ合衆国で初のジャガイモが植え付けられた。 この町にはアメリカでも最古の私立学校が2つあった。一つは1814年設立のピンカートーンアカデミーであり、現在も運営されている。もう一つは閉鎖されたアダムズ女子新学校である。ベリーはかつてリンウェルと比較製品加工の中心地だったが、20世紀に入ってニューイングランドの繊維産業がアメリカ合衆国南部に移転して衰えた。 第二次世界大戦頃までのデリーは眠るような農村だった。戦後、人口の郊外流出があり、南のボストンや北西のマンチェスターに近いこと、週刊高速道路93号線が街を通ったことにより、大きな人口を拡大につながった。この成長率はいくらか減速されたものの、1990年代でも15%伸びていた。 レリーは、北緯40度42分3秒整形99度4分52秒、北緯40.70083度整形99.08111度、99. 40.70083-99.08111に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は31.8平方マイル、この内陸地は30.9平方マイル。 水域は0.9平方マイルで、水域率は2.40%である。デリーにはビーバーブルックが流れている。最高地点は海抜605フィートのワーナーヒルであり、その頂上から晴れた日にはボストンのスカイラインを見ることができる。デリーはその地域のほとんど全部がメリマック川流域にあり、北境界に沿った小さな部分がピスタカ川流域になる。 国勢調査指定地域として定義され町の中心部は、面積15.7平方マイルであり、町全体の42.8%に相当する。このうち陸地は15.4平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は1.60%である。デリーの町は、週間高速道路93号線、ニューハンプシャー州道28号線及び、 同102号線が通っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。以下はデリー中心部について2000年の国勢調査による人口統計データである。デリーの公教育はデリー共同教育学区が管轄している。小学校は5校、中学校は2校ある。他に周辺地域の高校の役割を果たす。 ピンカートンアカデミーなど私立学校が5校ある。デリーでは、イーグルトリビューンが所有する、週刊誌の、デリーニューズ、ナットフィールドパブリッシングが所有する、週刊誌の、ナットフィールドニューズが、購読可能であり、マイネットワーク TV 参加のテレビ局がある。さらに2000年6月から、NBC のユニバーサルスポーツが放送を始めた。メディア市場としては、 ボストン市場に属している。テリーコミュニティテレビはパブリックアクセステレビ局である。ありがとうございます。